どうも、ねずっちです。千葉市の路上で、面識のない女性をですね、コンクリートのブロックで数回頭を殴った男が逮捕されるというニュースがありました。信じらんないことしますね、見ず知らずの人にね。この行為、それこそね、ブロックできなかったのかなってね、ちょっと思いますけど、幸いですね、この女性命に別状はないというんですけども、本当にこの男はひどいなと思いますね。非難が集中すると思いますよ。やっぱコンクリートだけにね、その男をセメント。ねずっちです。ではまた。